新規参入には厳しい仕組みになったるけど、そもそも新規参入させたくもないみたいな。ただ、あの、100年構想とかクラブライセンスのできた目的で言うと、新規参入関係、あの、関係みたいな書き方してるから、結構いろいろ調べていくと、いろいろ矛盾出てくんだよね。上場企業の参入状況より厳しいで。<laughs> そうなんだよで、ね、スタジアムのさ、基準もさ、 なんか人数規定があって、ただその人数規定を満たそうとして、この普段の観客動員数の平均の。結果チケットのばらまきとかあったから、あの、利益でいくらみたいにしたんだよね。だけど、2000人とか3、で、2000人の規定で3000人を目指すことみたいな感じなんだけど、ただ J2 のスタジアムは1万人規模で J3 は5000って言って、でもそんな入んないよ。じゃあそれなんなんて話や。で、そもそも、 ち、あの、100年構想とかクラブライセンスのやつに、とかに書いてある、地域に根付いて、綺麗な芝のピッチでやってみて、スポーツを、なんか盛り上げるみたいな、サッカーを元にみたいなやつなんだけど、天然芝で1万5千人のスタジアムをそこに作ると、結果それによって公園作れないとかあるから、これやっぱ、まあ前も言ったけどね、その、言っちゃえばあれってドイツとかから持ってきたシステムだから、日本のね、土地勘とサッカーが一番重要なスポーツ、 すってなってない中でね、理想論と現実のそのバランスが全然取れてないんだよね。本拠地変える可能性はありますよね。うん、今だとだってね、地面師見てわかる通り、土地ないですからね、東京に。できることはぱ公園地とかに建てたいですけど、スタジアム作るっていうのが東京だと現実的じゃないから、だからクリアソンさんみたいに、いろんなね、スタジアムを抑えて、基準をちょっと緩めにしてもらってみたいなのあるからね。だって野球場だと市民に貸し出せてとかプラス出せるけど、 過唱だと、綺麗な芝生っってその天然芝使われると汚くなっちゃうんで、みたいなさ。<laughs> プロがやれなくなっちゃうんで使われるかって言ったら、じゃあなんなんこれっていう話になるからな。だって別にあれ、あそこ、エイバルとかさ、別に1万とか入んないですよ。それでもラリーが一部とか来てんのよ。何なんスペインより基準きついのが、J リーグ。<laughs> そうなるとね。そう、だから日本のね、 さ、あの、野球がもともとあって、別のスポーツもあって、で、土地が少なくて、駅地下にスタジアムなんか無理っていう、環境に合わせたルール整備した方が盛り上がると思うし、そう、だから、普通にね、多分、新規参入で盛り上げようって気は俺ないと思うんだよね。それこそオリジナル店じゃないけど、もともとあったその、企業の力が強いところがやるプロスポーツみたいな。ただ、一応、建前上はいろんな地域に根ざして、 盛り上がるようにみたいなことだ。でも、この建前って何でできたかっていうと、野球がそういうふうに企業と結びついてるスポーツだから、その対立軸としてできてるみたいなね。そうだ、こういうのをさ、今の、あの、野村さんとか、日本さんとかがどう考えてるかだよね。日本サッカー協会の会長とか J リーグの会長が、日本サッカー強くするには、たくさんの人にサッカー触れ合ってもらわなきゃいけないし、あの、J リーグ盛り上げるためには、今のままじゃ絶対ダメだから、どういうふうに考えてるのか。 ある意味今って、クラブ削減というか、大きいクラブができない形になってるからね。俺が J リーグのクラブ目指すオーナーやってるじゃん。だから自分で調べて、まあもっとちゃんと、一応ね、資料とか集めたり、それ、ね、メモでいっぱい取ってたんだけど、仕上げ切った時にそれ一本の企画の動画出そうと思ってるから、J リーグとかだとやっぱり観客が入らないとか多くて、それでね、スタジアム借りた上で、 その、赤にはなってないんだけど、調べたら、ジェでも、その、それによる収益みたいなのがさ、あれ、人件費とかも入れたら赤になってんのかな、あれ。だって、体育館とかあるじゃん。あそこってイベントに使えるじゃん。で、ど、あの、スタジアムとかって駅地下だからイベントに使えるじゃん。スタジアムって駅から遠くて、で、天然芝、あれしなきゃいけないから貸せないとかもあるし。 基本ね、他のイベントでね、代用できないんだよ。ここ気抜いて J リーグ叩く感情筋肉つければ再生回数取れるんだから。でも、僕、熱意で言うと、今、日本でもトップぐらいに熱意だけっすよ。その実力話じゃなくて、行きたいっていう気持ちだけで。それちゃんとやってる方、あの、クラブ経営者の人いっぱいいるから、その人たちにリスペクト書くことは言いたくないけど、こんだけ J リーグ入りたい人ですからね。ロードトゥジェイツって100本以上動画作ってるわけですから。 だなんとかしないとねって感じですけどね。だって今正論言われると、どう考えてもサッカーにお金使うのおかしいからね。今だからサッカークラブ作って J リーグ目指してる人たちって、マジでいろんな夢の力で、あの、理不尽に立ち向かってったりとか、逆境に対して、あの、力技でなんとかできる人。岡田さんとか力技じゃん。学校作ってとか、あと、鹿島どのくらい住んでるかわかんないけど、スタジアムの周りに複合施設で作ってとか、 結局、スタジアム自体はサッカーで稼働させるの月2、3だけど、ただ、周りのところが楽しいからスタジアムがあることが重要だよねっていう、境界的な作り方でしょ。あれが中央にあるのがいいみたいな。まだ弱いよね、それじゃあ。だって、これ俺がサッカー好きで俺が J リーグ目指してるからこそこれ言えるんだけど、みんなサッカー好きじゃない。<laughs> 俺がサッカー好きで、俺が自分のクラブ作って、自腹まで出して J リーグ目指してるから言わせてもらうけど、みんなサッカー好きじゃねえから。で、そういう人たちに、でもサッカーっていいよねっていうふうに言わせなきゃいけない。ってなると、野球は、それ貢献できてるから、ああ、じゃあ野球やってる意味あんねって、野球やってくれるおかげで、他のスポーツもね、お金いってるもんね、とかいうふうになれるからな、とか、いろいろ使い方あるからね。それをね、 サッカーでもそう思ってもらう。もしくは思ってもらえないにしても何とかするっていう気持ちで俺らみんなやってるから。でもこれ、もう嘘つけないじゃん。俺がだってここさ、ただ黙っててもさ、今、このチャンネル来てくれてる人はこの感じでいるでしょすいません、みたいな。ちょっと憎まれるとこあるんですけどサッカーっていいんすよって感じで今みんな見たり聞いてくれてるんじゃん。じゃなくて、俺のチャンネルなんて見ない人たちが、え、 サッカーの競技場を作ったけど、あれ何なん,なんすかってなるところの、あれ何なん,なんすかを解消しなきゃいけないから。サッカー素晴らしくて尊いからそれだけでいいでしょうって思い強すぎる気がします。そうなのよ。そうなの。で、これがさ、今、いい感じに国際大会だと結果を出せるから、うやむやになんだよ。これ気づいた時には、 ね、選手育ってねえとか、サッカー人気落してるとか、だって J リーグのさ、サポーターのさ、その、YouTube の数字かな平均視聴者が40歳みたいなさ。そりゃ若い子喋んなくなるよ、J リーグね。今後、あの、J リーグクラブライセンス取るのに、アカデミーチーム作んなきゃいけないとか、スタジアムを確保しなきゃいけないとか、そういう話になってくるから。地上波でやべっちゃい不思議的な番組やってんのってこう、無興味からちょっと興味。 そこからしっかり興味持って映像をようになってそっからスタジアム来るってこの階段のうちの一つで重要だったからね、いきなりダゾーン入ってこないから。まあそんな感じでちょっと、なかなか僕らは立場的に苦しいですけど、特技の一つにね、加われるような、今までのものを否定する意味じゃなくてね、日本中に愛されるね、その、今ちょっと迷惑かけすぎだろうみたいな風に言われてちょっと、偶のねぐらいは出るかもしれないけど、そう。ただ僕らがね、 日本サッカーの地域とかに対する取り組み方だったりとか、そう、メディア使った盛り上げ方とかベストなことやれてるかっていうと絶対そうではないんで。ってなった時にそれをね、しっかり、日本にサッカーっていうスポーツがあるから日本盛り上がってますよねっていうふうにしないといけないからね。まあそのために、まあ、楽しみながら戦っていきましょう。あんまりできないと資格あっても昇格できないっての予算的にどう思いますかいや結構時代にそぐわないと思ってますね。 人口少ねえわ、駅から近いスタジアムなんてないわ、他にもね、娯楽いっぱいある日本で。で、そのスタジアムのさ、まあ、維持費もあるだろうし、自分でスタジアム持ってないところはそれのね、借り手とか、いろんなところで J クラブってお金かかるじゃん。でも、選手の給料も増えるじゃん。ってなった時に、J リーグの J3 の選手なのにバイトしてるとかってめちゃくちゃ多いのってなんでかっていうとそういうふうに、その選手のところにお金払えないから、結果、自分たちの持ってるスクールで選手働かせたりとかするんですよ。 前の時代に決めたルールに従うために結果、今重要なことに対しておろそかにならざるを得ないっていう。そう、なんかスタジアムの収容人数ってそんな大事かなみたいな。あとね、スタジアムってさ、東京ドームとかそういうのと違ってコンサートとかで代用できないじゃん。国立とかはまだあれだけど、そこを埋めれるのってさ、相当なアーティストだけで、田舎の何千人何万人収容のスタジアムにアーティスト来ないじゃん。 維持とその運営とでお金かかりすぎるからで、そうなるとね、その市町村も協力しないからな。うん、だからそこのルールは結構変えるべきっていうか変えないと、いろんなクラブがずっと苦しむんだろうなと思ったんすね。まあサッカークラブってね、黒字になったところでみたいなのもあるからな。赤字になるのはあれだけど、黒字になる。 ってことはその分給料上げろとかさ、選手獲得しろとかなるし、スタジアムの共同所有ね。だい、ね、あの三シーノみたいにね、あれすると、ね、芝も悪くなるし、あと、日程組むのも大変だからね。あとそのヨーロッパのな、ドイツとかスペインとか根付いてる国と違うじゃん、その、サッカーに対しての街の作り方が。綺麗な人工芝のグラウンド何面も空いてるみたいなさ、グラウンド取れないなんてないからね。で今ネット環境がいろ揃えられてさ、別にスタジアム来てる人だけが楽しめるわけじゃないし。 無理してスタジアム使って、作ってさ、経営圧迫して、選手に給料払えないとか、スタッフに給料払えない方がきついでしょ地域の人が使えるスタジアムなだからさ、その、使うってお金かかる。地域の人がスタジアム使うお金出すかっていうね。そういうイベントやるって言ってもっていう。だからまあ言ったら採算取れないですよ。採算、うん、取れてお金になるならみんなやるじゃん。なんでもそうじゃん。お金になることだとすぐ動く人はいっぱい動くじゃん。これだけの人が動かないっていう。まあそういうことなんです。